今でもあのまま宇都宮に帰れそうな感じだよね。さあ、皆さんお待ちかねでございます。本日、トゥデイ道神降臨でございます。あ、何ですか、道神。ちょっとここで聞いてほしいそうです、道神さんが。あのトゥデイ道神を知ってる人手を挙げてください。あ、傘を今振っていただいてる方、手を振っていただいてる方、ありがとうございます。道神さん、マイク持ちましたけども、持ちながら走れってことですか。いやいや、そんなことしなくて大丈夫です、はい、今日はトゥデイ道神なりに激走していただければいいんですが、はい、そう、はい、はい、あのバーチャルじゃないですから、はい、なんかバーチャルでトゥデイ道神、トゥデイ道神って、はい、みんなそれでその異名を取ってるんで、ね、グランツーリスモっていうね、はい、はい、コンピューターのドライビングシミュレーターゲームがありまして、はい、はい、何年か前に、そうですね、やって、なんかそこで、私があのトゥデイ道神って絶叫したもんですから、それで、はい、その趣味、あのグランツーリスモでニュル走ったら、はい、全然走んなかった。さすがにニュルでちょっとトゥデイは力不足でしたかね。はい、それでは道神さんが喜んでいただけるように赤色のトゥデイをご用意させていただきました。しかもグレードは G グレードでございます。いいやつですね。ベースグレードよりもちょっとグレードが上がってるっていう G というグレードでございます。トゥデイ G。 はい、道神亮さんが今リアルにトゥデイ道神、このツインリンク茂木に降臨しております。もう今日朝バカウケしてる女性の方いましたからね、トゥデイ道神でね、ありがとうございます。さあ、1974年を最後に軽自動車市場から実はホンダは撤退しておりました。今でこそまたね、 Nボックス のシリーズなんかも含めましてね、 N シリーズで K のホンダというのが、定着している方もいると思いますが、ホンダが11年ぶりにですね、まさに肝入りで出したのがこのホンダのトゥデイでございます。1985年に発売、長いホイールベース、そして小さなエンジン、そしてこのゆったりと乗れるですね、軽規格のこのボディサイズ目いっぱいで、キャビンの広さ、まあ本当にマンマキシマム、メガミニマムの思想をですね、再びもう一回ここで読み戻したという、まあ、本当にあのエンジンがどこに入ってるんだろうって、小さくフロントにまとめられて四隅に配置されたこのタイヤ、ロングホイールベース、乗り心地は良かったですね。実は今でもね、このトゥデイっていうのはね、この年式は違いますけれども、軽自動車の耐久レースなんかでは未だに愛されている高性能な軽でございましてね、結構軽にしては今のあの N シリーズなんかに比べると非常にね、あの車高が低くてロールセンターなんかも低いですよね。高速安定性、軽自動車らしからぬその走りというのは、まあ、当時乗っていただいた方にはね、ご存知だと思います。あの道上さん、もう少しあのスピードアップしていただいて大丈夫ですよ。はい、もう少しスピードアップ、タイヤ鳴らすか鳴らさないかぐらい。当時はホンダマチックの車もありましたよね、トゥデイはね、確か。まあ、今はもうマニュアルミッションの、マニュアルトランスミッションの車を見つけるのも難しいかと思いますがね、軽自動車でもだんだんとこうオートマチックな車というのが、いいな、ちょっとトゥデイ道神顔が締まってきたな。奥もブレーキ結構奥まで突っ込んでるよ。車結構ロールしてる。トゥデイ道神であの YouTube なんか検索していただきますと、その言われが分かると思いますので、ぜひお帰っていただいたらトゥデイ道神を検索してみてください。リアルトゥデイ道神でございます。ありがとうございました、道神さん。トゥデイ道神、やっぱりよく似合いますよ、トゥデイ道神。